銀行が保有する不良債権は、9月に前月比で減少し、不良債権比率は 4.43% と、やや低下したことが、バンコセントラル南フィリピナスのデータで明らかになりました。9月の不良債権は、8月の4919億2600万ペソから 1.3% 減の4853億2300万ペソとなりました。しかし、不良債権は昨年9月の3743億400万ペソから 30% 増加しました。不良債権比率は 4.43% となり、2008年9月の 4.52% 以来の高水準であった8月の 4.51% から緩和されました。しかし、前年同期の 3.51% を上回りました。9月、銀行の貸し出し金融資産の総額は、前年同期の10兆6780億ペソから、2.63% 増の10兆9590億ペソとなりました。期限切れの借入金は、前年の5280億9700万ペソから 8% 増の5701億9900万ペソとなりました。これらの借入金は業界全体の貸出金融資産の 5.2% に相当し、前年同期の 4.95% から増加しました。一方、個別金融資は昨年9月の1308億8300万ペソから158% 増の3384億6200万ペソに急増しました。この結果、貸付率は 1.23% から 3.09% に上昇しました。銀行は引き続き貸倒れ引当金を強化し、3390億2700万ペソから 20.8% 増の4095億7100万ペソとなりました。これにより、その比率は、2020年9月の 3.17% から 3.74% に上昇しました。不良債権カバー率は、前年の 90.58% から 84.36% に低下しました。ちなみに、以前、BSP が発表したデータによると、フィリピンの銀行の貸し出しは、2ヶ月連続で増加し、9月末には、2.7% 増の9兆2500億ペソとなりました。これは経済見通しの改善に伴い、フィリピンの銀行の全体的な貸出し姿勢が緩やかに回復したためです。世界的な金融危機による経済への影響を緩和するために、BSP が実施した200ベーシスポイントの金利引き下げや、預金準備率の引き下げなどの積極的な緩和策により、銀行の貸し出しは12月から8ヶ月連続で縮小していましたが、8月になり、ようやく回復し始めました。ムーディーズは、不良債権は中小企業や個人向けローンの分野で増加するが、企業向けローンの質は安定しているとしています。バンコセントラル南フィリピナスによると、10月にフィリピン政府が初めてドル建ての個人向け債券を発行したことや、世界市場で金価格が上昇したことにより、フィリピンの外貨準備高は1079億5000万ドルとなり、前月の1065億9000万ドルから 1.3% 増加しました。政府は初のオンショア個人向け国債の販売データ15億9000万ドルを BSP に預けました。この資金調達活動の収益は政府の拡大する予算不足を支えるために使用されます。フィリピンは政府の COVID-19 の対応策のために国内外の債権者から多額の借り入れを行っています。国際市場での金価格の上昇により BSP が保有する金の価値が上方修正されたことも先月のフィリピンの外貨バッファーを押し上げました。BSP が保有する金の価値は9月の88億5000万ドルから10月には91億3000万ドルへと 3.2% 上昇しました。フィリピンは8月23日国際通貨基金から27億8000万ドルの特別引き出し券の割り当てを受け、フィリピンの外貨バッファーの増強に貢献しました。
IMF は加盟国に追加の流動性を提供するため、6500億ドルの SDR の配分を開始しました。その結果、フィリピンの SDR は7月の12億2000万ドルから10月には39億6000万ドルとなりました。BSP は今年の総国債準備金は過去最高の1140億ドル、来年はさらに過去最高の1150億ドルになると見ています。ちなみに、外貨準備とは中央銀行が保有する外貨建ての資産のことです。外貨準備には、外貨、債券、国庫短期証券、その他の政府証券が含まれます。これらの資産には様々な目的がありますが、最も重要なのは、自国の通貨が急激に切り下げられたり、完全に債務超過に陥ったりした場合に、中央政府機関がバックアップ資金を確保するために保有することです。ほとんどの外貨準備は、米ドルで保有されており、中国は世界最大の外貨準備保有国です。外貨準備高は、フィリピン経済を外部の衝撃から守ることができ、最後の貸し手としての BSP の役割は、これらのバッファーを管理することです。マニラエレクトリックカンパニーは、2050年までに石炭を完全にゼロにするため、再生可能エネルギーに加えて、原子力を検討していると発表しました。メラルコは、今後5年間で、1500メガワットの再生可能エネルギーを獲得し、全電源構成に占める再生可能エネルギーの割合を 29% にすることを約束しています。また、2022年から2026年の間に、小売顧客向けに少なくとも40万キロワットの太陽光発電の供給を確保しています。メラルコの社長兼 CEO であるエスピノサ氏によると、2031年から2040年の間に、メラルコはバッテリー貯蔵や小型モジュール式原子炉を用いた原子力など、他のクリーンエネルギー技術の導入を目指しています。また、2041年から2050年までには、ネットゼロエミッションの達成を目指し、徹底した脱炭素化プロセスを開始します。メラルコは、マニラ首都圏及びその周辺地域に電力を供給しています。これらの地域には、フィリピンの総人口の 30% が居住しており、フィリピンの GDP の約 50%、国のエネルギー販売量の 55% を占めています。ちなみに、カーボンニュートラルとは、企業の活動によって大気中に放出された二酸化炭素と、それと同じ量の二酸化炭素が除去されたことを意味します。企業がカーボンニュートラルになるためには、通常、企業はまず炭素の排出量をできるだけ削減します。次に、事業によって排出される炭素の残りの量を相殺するために、炭素吸収体に投資します。企業が排出するすべての炭素の量が、炭素吸収体によって削減された排出量と同じであれば、その企業はカーボンニュートラルであると考えられます。一方、ネットゼロは、カーボンニュートラルと似た概念ですが、炭素だけではなく、より大きなスケールでの取り組みとなります。ネットゼロとは、大気中に排出されるすべての温室効果ガスが、地球規模で大気中から除去される温室効果ガスと同等であることを指します。言い換えれば、ネットゼロエミッションは、人間の活動が地球温暖化を引き起こさなくなった時に達成されます。MER の週足チャートはパンデミック以降、レンジ相場が続いています。MACD、RSI は上を向いていて上昇相場を示唆しています。株価のサポートは260ペソ、レジスタンスは315ペソです。モンデ日清コーポレーションは、消費者の需要増に対応するため、フィリピンとタイでの麺類の生産能力、及び英国での肉代替品の生産能力を拡大しています。これは、第3四半期に記録的な売上高を達成したことで、第3四半期の純利益が前年同期比 1.2% 増の28億4000万ペソとなったことを受けて開発されたものです。最高経営責任者であるソエサント氏は、南ルソンに新設した工場の最初の麺のラインが、
9月に稼働し、現在は規制当局の承認を待っているところです。7月には食肉代替品事業のための4期目の発酵機を稼働させるなど、生産能力拡大に取り組んでいますと述べています。最高財務責任者であるテオ氏は、バタンガス州マルバーの新しい生産拠点に20億ペソを投資していると述べました。最初の麺のラインはすでに稼働しており、現地での麺の生産能力を 5% から 10% 向上させることが期待されています。しかしこの施設は、より多くの生産ラインや麺だけでなく、他の製品にも対応できる大きな施設です。タイでは、2022年初頭までにヘルシーな麺類を製造するための高速気流ラインを2本追加で稼働させる予定です。このタイの新拠点から来年8月までにベトナムへの製品輸出を開始する予定です。ちなみに11月11日に MSCI が半年ごとのインデックスの見直しを行いました。MSCI フィリピンインデックスに組み入れられたのは2銘柄で、AC エナジーコーポレーション、モンデ日清コーポレーションでした。除外された銘柄はありませんでした。また、MSCI フィリピンスモールキャップインデックスに組み入れられたのは3銘柄で、A リートインク、フィリンベストリートコープ、LT グループインクでした。除外されたのは2銘柄で、AC エナジーコーポレーション、ダブルドラゴン、プロパティーズコープでした。次回の日程は、2022年2月9日です。モンデの週足チャートは、9月に 20.70 ペソの最高値をつけた後、5週連続で下落をしていましたが、ここ2週間は上昇をして、再び20週移動平均線を突破しています。20週移動平均線より上で推移できるか注目です。株価のサポートは 15.08 ペソ、レジスタンスは 20.70 ペソです。フィリピン株式市場は先週 42.07 ポイント、 0.57% 上昇して 7382.84 ペソで取引を終えています。年初からは 3.41% 上昇をしています。これはフィリピン国内の企業の決算発表が続く中、投資家が楽観的な見方をしたため指数は上昇しました。またCOVID-19 の状況が改善する中、経済がさらに再開されるとの期待感から、センチメントが上昇しました。外国人投資家は先週、11億8000万ペソの買い越しとなりました。先週の新規感染者数は、1000人台から2000人台になり、7日間移動平均線は引き続き下落をしていますが、若干下げ止まりつつあります。上記の表では、過去10日間の平均価値が100万ペソ以上の銘柄のみを表示しています。先週、最も上昇をした銘柄は、マークベンチャーズホールディングスインクで 11.96% 上昇をしています。マークは、完全子会社である、マークベンチャーズマイニング&デベロップメントコーポレーションを通じて、スリガオデルスルー州カンティランに位置する。4799ヘクタールの面積をカバーする鉱物生産共有契約を保有しています。セクターは工業、石油、サブセクターは工業です。先週、最も下落をした銘柄は、シナジーグリッド&デベロップメントフィリピンインクで 96.34% 下落をしています。SGP は2011年3月28日に、現社名への変更、及び電力、エネルギー、インフラ関連事業への主要目的の変更が、SEC により承認されました。セクターは持ち株会社、サブセクターは持ち株会社です。また、フィリピン株式市場の週足チャートは、200週移動平均線より上で推移しています。MACD、RSI は上を向いていて良好です。アグレッシブなトレーダーは、上昇傾向の強い銘柄を購入する可能性がありますが、6270ペソのサポートレベルで購入した保守的な投資家は、指数が7510ペソ付近の次のレジスタンスに向かっているため、強気で売ることを再度推奨します。株価のサポートは6270ペソ、
レジスタンスは7510ペソです。チャンネル登録もよろしくお願いします。